はい、皆さん、こんにちは。始まりました。シューちゃん、オートです。はい。えー、今日はですね、えー、っと、明日になっちゃうのかな今日なのかなえー、っと、ちょうど今、ちょうど境目ぐらいなんですけど、えー、っと、伊勢崎オートのですね、準決勝、えー、1レースだけですね、えー、っと、準決勝の B、えー、そちらの方のですね、予想をしていきたいなという風に思います。はい。えー、まずですね、 こちら見ていただきたいんですけど、出走予定者ですね。まずですね、サリア選手、ハンデ0、竹内選手、ハンデ10、小林選手がハンデ10、新井選手、ハンデ10、渋沢選手がハンデ10の、浅田選手、ハンデ10の、あと吉原選手ですね、ハンデ20という形になっております。このレースなんですけど、まず、 えー、一番気がかりになるのは、吉原選手ですよね。吉原選手が実際、後ろからスタートを切って、えー、と皆さんが応えるような形で,です、ね、外からまくってこれるのかどうか、そこだと思うんですよ。ただ、えー、吉原選手ね、ちょっと正直言って、今節はあんまり期待できないかなというふうに私は思っております。はい、あとは、えー、10メーターのスタートですよね、やっぱりなんといっても、えー、とこれいったもんが結構強いのかなというふうに思うんですね。はい こちら展開ボードになりますね。えー、まず、えー、と1号車のサリア選手、あと2号車から6号車まで2、4、5台並びの、えー、吉田選手が、えー、こちらの方に入るというような形になる一応展開になります、えー。スタートなんですけど、これほぼほぼですね、皆さんスタート。 えそんなに速い選手も遅い選手もいません。で、やはり吉橋選手、だいぶ前、壁になりますんで、やはりスタートを切って、外からかましていくことはなかなか難しいのかなというふうに思います。なので、えー、っとですね、まず一条件として、スタート、サリア選手が残せるのかどうか、そこですね。もし残せるんであれば、僕は頭で変えるのかなというふうに思っております。 そして、ですね、スタートなんですけど、こちら、まあ皆さん大体速い選手、武田選手がちょっと遅いかな、どうなんだろう、荒井選手が行けば早いのかなとか、まあ、いろいろ思うんですけど、まず多分スタート行ったもん勝ちじゃないかなと思います、で、吉原選手はちょっと厳しい位置かなというふうに私は思っております。はい。 えまずですねちょっと遅れながら多分3号車駅の4号車駅のこの枠中こういう形でいくのかなっていうふうに思ってます。なのでえと展開とすればまあこんなような形になっていくのかなと。こんなふうになるのかな、えー、1号のたりですねこんなふうな形になっていくのかなというふうには思います。はい えーとこれ、本当にスタートいったもん勝ちだと思うんですけど、えー、どうですかね、今日僕はですね、えーと、サリア選手はスタート残せるんじゃないかなというふうには思ってるんですよ、えー。残せれば僕は頭なんで、やっぱりサリア選手を頭で買いたいなというふうには思っております。はい、吉原選手は今回ごめんなさい、私は買いません。あと怖いなと思うのは、やはり4番の荒井選手。 はいえー、と浅田選手もいまいちなんで、えーと、あとは渋沢選手ですね、渋沢選手が1個下がるような形ですね、やはり本命がこちらの3点、3着目がこっちかなというふうな形ですね、あとは、まあえー、追い込んだ時のやはり、えー、吉原選手ですね、こちらが、まあえー、3番手ぐらいになっていくのかなというふうに私は予想します。えー まあ、小林選手もね、まあ、ちょっと怖いところはあるんですけど、ちょっと記録が難しいかなというふうに思います。なので、1441の裏表と、あとは3着付けで5万と7番。こちらの方でですね、私の方は、えー、買いたいなというふうには思っております。はい。えっ、ー、と、明日か、これ、なんでやる、これやるかっていうと、準決勝の B だったんで、えっ、ー、とあ、1着だけがですね、あの、決勝に残れますんで、まあ、そういったこともありまして、私ですね、こちら、えー、予想したいなと思います で、えー、私の希望とすればですね、えー、やはり決勝戦、えー、絶対王者の三つぐとあとはえっ、ー、と周平との戦いが見てみたいんですね。ねやはり川口で長井選手と三つえっ、ー、とごめんなさい周平と いうあね、戦いがあって、ね今回長井選手が負けてしまったということはあったんですけど、ね、絶対的王者三つぐがなんとか青山選手を阻止してですね、優勝を飾っていただきたい。えー、前回ですね、あのー、まあ、私もあの決勝戦見に行ったんですね。花火、バーン、バーン見ました。はい。え、それでですね、あのー、 まあ、三つぐさんがね、3.30の一番思想を取って、僕は迷わず三つぐさんの頭からかったんですけど、まあ、ちょっとね、あのー、残念な結果になってしまった。スタートちょっと遅れちゃってねあ、木村選手にやっぱり優勝を持っていかれちゃったという悔しさもやっぱりあると思うんで、まあその雪辱ということももちろんありますから、そういうことを考えるとやはり今回は青山選手を倒して三つぐ選手が優勝。 というのが、まあ、私の、えー、決勝戦の希望でございます。はい。ということでですね、えー、本日はとりあえず、えー、僕は1着をサリア選手、2着を荒、えー、井選手、で、3着目に、えー、渋沢選手と吉原選手という形の予想をしたいなというふうには思っております。はい。 ということでですね、えー、本日のシューちゃん王とですね、あのー、こちらの展開ボードを交えてですね、えー、予想の方をさせていただきました。決勝戦ね、あのー、もし天気が良ければ私また現地で。 行きたいなととちょっと思っ思ておりますあの前回花火撮ったんですけど途中で終わっちゃってあのちょっと残念な結果だったのでもう一回ちょっと花火撮りたいなっていうのもあったのでえそんな感じでまた行かしていただければなというふうに思ってますんでまたあの伊勢崎の皆さんあのもしあの いたら声かけてください。はい。ということでですね、えー、本日のシューチャんオートですね、えーあ、えっ、ー、と、準決勝のですね、B、9、えー、レースですね、こちらの方の予想動画をさせていただきました。はい。えー、最後にですね、えー、このチャンネルもし面白いなと思ったら、グッドボタンと、えー、チャンネル登録。で、もしつまんないなと思ったら、えー、バッドボタンと、チャンネル登録をお願いしたいと思います。えー、オートレースと、あと、えー、競馬と、 一応両方やってますので、はい。で、今どんな風にやっていこうかなってこと、試行錯誤しながら、あの、やってます。はい。ということでですね、ええー、一応、まあ。 宣伝もさせていただいて、えー、ぜひですね、チャンネル登録を本当にお願いいたします。はい。現地ってね、僕もバン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 こういろいろ動画撮って、あの、皆さんに本当にね、こういう時にですね、ああ、行けない方もいると思うんですよ。で、現地がどんな感じかなっていうのも、あの、ぜひ、あの、皆さんに分かっていただきたい。そして、オートの輪をね、一番もっと広げたいんですよ。それをなんとかですね、あの、伝えられればなというふうに思ってますので、ぜひですね、皆さん、チャンネル登録をして、そして皆さん、どんどんどん,どん 意見ください、はい、コメント欄に意見ください。そしたら私はもっともっといい番組が作れるんじゃないかなというふうに思っておりますので、どうか一つよろしくお願いいたします。はい。ということで、本日のしゅうちゃんオート以上になります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。